広角天皇、広角天皇、広角天皇、1771年9月23日、明和8年8月15日から1840年12月11日、天保11年11月18日は、日本の第119代天皇、在位、1780年1月1日、安永8年11月25日から1817年5月7日、 文化十四年三月二十二日、称号は幸宮。ノミア、はじめしひとし、もろひとと称したが、死人に、音が通じるのを意味、戦争と同時に、剣、ひとし、ともひとに改めた。冒険の官員の宮の出身であるためか、中世以来耐えていた朝サの最高、朝剣の回復に熱心であり、朝廷が近代天皇制へ移行する下地を作ったと評価されている。 父、スケヒ王新と同じく家道の達人でもあった。1868年、慶応四年、明治元年の一世一元の生発布以前に上位した最後の天皇である。1868年より一世一元の生が発布され、1889年、明治22年の旧皇室天板を経て1947年、昭和22年に、 現行皇室天範が施行され、天皇が事実上終身在位となったため、2019年、平成31年4月30日に、第125代天皇昭人が退位するまでの202年間、上位した天皇はいなかった。官位の宮助人親王、吉光天皇の、第六王子。母は、大江和大、鳥取藩倉吉出身の医師、岩室宗正の娘。 第113代東山天皇は、祖,祖父、第116代東円天皇、仙台、第118代、小桃園の天皇の父と、第117代、小桜町天皇、仙台、第118代、小桃園の天皇のおばは最重指定にあたる。戦争前の1779年12月15日、安永8年11月8日に、 既徳の子ももぞの天皇の養子となり、諸君に事情される。実際には、天皇は、前月中すでに崩御しており、空位を避けるために公表されていなかった。また、江戸幕府将軍、徳川家春の五代所、友子女王は、実のおば、実父の妹にあたる。つまり、広角天皇は、家春の義理の老いでもある。もともとは、 官員の宮家から商五院に入寺し出家する予定であったが、安永8年10月29日、1779年12月6日、ごももの天皇が崩御した時に内親王しかおらず、御子がいなかったため、世襲親王家から神抵を迎えることになった。当時、後継候補者として、伏見宮正し高し神皇、官員宮三里親王と、微二神皇の弟、幸宮氏、 ひとししんの三人がいたが、先帝の唯一の維持よしこない新を、し帝の日にするという構想から、既婚の美日親王が、候補から消え、残り二人のうちこのえない前は、定刑親王を、九条正日は、私人親王を推薦した。会議の結果、定刑親王の方が年下でない王ともねが、近いものの、 世襲神脳家の中で創設が最近で、天皇と血筋が近い詩人神脳が選ばれ、急遽養子として迎え入れられた。安永8年11月25日、1 7 8十年1月1日、戦争。直前に、直君に事情されていたものの、立大使はなされなかった。なお、この時に先々帝門御桜町上皇は、皇子継承のために伏見宮と接触。 この絵内前と共に、定型新郎を推薦したが、定型新郎が、行為につくことはなかった。安永9年12月4日、1780年12月29日、戦争。天明2年、1782年、天明の大火により、京都御所が消失した後、御所が再建されるまでの3年間、正御院を仮御所とした。また、完成11年、 1799年、正五院宮井二方親王が、縁の行者五縁期、没後1100年である旨の上表を行った。同年、正月25日に、県大納言、唐妻構想直視として、正五院に使わし、新編大菩薩、神弁大菩薩の死後を置く。天命の大基金の際には幕府に、民衆救済を申し入れた。ただしこれは、 幕府が定めた緊中並久下書ハットに対する明白な違反行為であった。そのため、天皇のおじでもある関白、高塚佐助平も厳罰を覚悟して同様の申し入れを行った。これに対して幕府は、米前5 0 0票を京都市民へ放出する施策を決定。ハット違反に関しては、事態の深刻さから天皇や関白が行動を起こしたのも最もなことで、 あるとして、不問とした、御所先度参り。ご老人事件の際には、交渉の経過を、報告させるなど、朝廷権威の復権に努める。また、懲罰官の特筆すべき事件として、尊号一件が挙げられる。天皇になったことのない父、月日と親王に、一般的には天皇になったことのある場合に贈られる、大乗天皇号を贈ろうとした天皇の意向は、 幕府の反対によって断念せざるを得なかったが、事件の影響は尾を引き、やがて尊王思想を助長する結果となった。ただし、尊号の権威以外は、江戸幕府は天皇の意向を前向きに受け入れる姿勢をとっており、天皇自身も上位の直前に徳川家成に対して、御意と共に感謝の書状を送るなど、在位中は大きな対立は発生せず、 懲幕関係はむしろ安定していたとする指摘もある。完成6年3月7日、1794年4月6日、吉古内新郎を中宮野に作立した。完成12年1月22日、1800年2月15日に二人の間に生まれたばかりの恩人親新郎を、早くも同年3月7日、3月31日に直君に、地上流も翌月4月4日、 4月27日に皇居。これを受け、めぐみひとし新後の臨皇天皇文化4年7月18日、1807年8月21日に直君に事情し、文化6年3月24日、1809年5月8日に皇太子とした。博学多彩で学問に熱心であり、作詞や音楽をもたしなんだ。また400年近くと抱いていた岩清水。 八幡宮や鴨神社の臨時祭の復活や、新鍋祭りなど、朝廷の儀式の復旧に努めた。さらに、平安末期以来断絶していた、大学寮に代わる朝廷の公式教育機関の復活を構想したが、在位中には実現せず、時代の仁皇天皇に持ち越されることになった、学習院参照。文化十四年三月二十二日、1817年5月7日。 任工天皇に上位。翌々日の3月24日、5月9日に大乗天皇となる。なお、202年後の平成31年4月30日に退位した秋人は、大乗天皇ではなく天皇退位特例法に付く上皇の地位で、これが正式な称号であるため、現在でも、皇格天皇が最後の大乗天皇である。天保11年11月18日。 1840年12月11日、宝御、高三七十。また、降格天皇は、2019年、令和元年現在、仙台とは二神党以上離れた続き柄、仙台、五桃の天皇は最重追い、すなわち冒険にあたるで戦争した最後の天皇でもあり、以降、第126代近城天皇、徳神までの歴代天皇は、すべて一神党の直系。 親子関係、すなわち皇太子として皇位が継承されている。天保十二年一月二十七日、八百四十一年二月十八日、第五十八代、皇后天皇以来千年近く耐えていた、関風死亡選定、ただし、須徳、安徳、順徳の各天皇を除くおよび、第六十二代、村上天皇以来九百年近く耐えていた天皇、ただし、 安徳、古代醐両天皇を除くを復活させ、広角天皇と送りなされた。それまでは、追放院という形であった。以後、人皇天皇、皇明天皇の二代にも死亡が用いられた。天皇崩御の後、公家の間から古典、旧儀を強服せられ、九時の最高少なからず、失踪を尊ばれて、就職を好まれず、五人愛工の勢量をもっぱらにし、 ついに州所に及ぶという功績を称え静かご送る意見が出た。そこで朝廷から幕府へ強く要望が出され、特例をもって許可された。さらに朝廷は、ご神尺ながら、定位のお子とゆえ、以後は天皇と称したてまつられるべきと天皇の名称も幕府認めさせたのである。三笹は、宮内庁により、京都府京都市東山区今、 熊野泉山町の潜入寺内にある古月林寮、後の月の輪の見捧ぎに事情されている。宮内町上の形式は、石像九十頭。仙台までの月林寮と同じ時期に所在する。天保十一年、1840年11月25日に、御葬、お船に奉納され、翌月4日に入館、同月20日に、笹草された。約のため、 五層には、蓋がなかったという。翌年、1841年1月19日に、石塔が完成し、即日供養が治された。同月27日には、両前において、死亡の報告が行われ、この時の記録に初めて、五月輪三両の両合が見える。また皇居では、高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の霊が祀られている。18世紀末から19世紀初めにかけての随筆、地脳、平凡社東洋文庫、全2巻、岩波文庫全3巻の記述によると、天明元年に、ある大名に飼われていた賃の主人に対する態度が、噂となり、それを知った、広角天皇がその賃の中説を認めて6位を、賜いたという話が伝えられている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。